今日はまあ比較的今日チルしたいなって思ってる気分で、あまりなんか叫ばなくていいような配信をしたいなという思いで、ゲームの方をチョイスさせていただきました。すげえフィーバータイム、やったグランマ入れる、グランマ、グランマ連打、グランマ連打、やばい、みんな農場連打、農場連打、農場連打、やばい、これいいの、これこんなにやっちゃって止まらないよ、みんな。あと10秒で32か。私あれだけ悲鳴あげてから2年、さすがにグー、これで満足か。おい、あのおっさん起動した時にいたやつや。めっちゃおっさんにピンと合う。これおっさん逃がさへんで。おっさんこれループしてる。今日何するんすか、家帰って。エペックス家帰ったら何するん。おっさん気づいたか。おかしいよな。そうだよな、おっさんループしてるよな。異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引き返すこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと、8番出口から外に出ること。やっぱ変だよな。こっち方面に進んだらもうおっさんとはさようならかもしれん。あ、おっさん、おっさん、あかんわ今。おっおっさん、我々はループしている。あー、おっさん、おっさん、おっさん飲み込まれるって。おっさん、え、だってゼロ番出口になってる。帰ろう。え、またあゆになってる。ちょっと待って。ええ、これどっち、これ、あっかん、これ詰んだ。できます。もう何もわかんないから、何、どうなってんだ今。3歩進みます。1、2、3、ストップ。はい、はい、90度右で、いい、今から探すぞ。よし、いいよ。今ね、異常を探しますよ。あー、まずですね、もうそこにいるか。はいはいはい、今異常のところやっとつきました。こっからスタートです。はい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 。ね、あのパッと見でわかる床とか壁とかのやつはないので進みましょう。はいはいはい、テクテク、ずっと進んでいいよ。あ、一回止まって、ちょっと左見ていい。左に、カゴ、ポスター、うん、あ、でも左、おお、いいよ。向きすぎかな、そこでいい。ポスターね、大丈夫だね。ポスターも問題ないので、もうちょっと右向いて、右側行くか、直進しちゃおう。直進、あ、向きすぎた、ごめん。オッケーオッケーオッケー。もうちょい左、ストップ、いいよ、ここで進もう。はいはいはい、異常ないです。ない、うん、オッケー、じゃあ進むよ。うん、進む、ストップ、よし、抜けた、ね、完璧だ。じゃあ左、はいはいはい、あのさ、あのさ、ふみさんがさ、指示、あのさ、あの、あのさ、こうかな、あのさ、はい、どう、番号、あのさ、はい、どうですか、だけどさ、あ、開いた、オッケーオッケー、ふみさんが言う前にさ、あの壁にぶつ当たって、あの、やらないでよ、ね、ちょっと待ってよ、こうじゃないの、ふみさんは、ふみさんはどう、あのさ、ふみさんがそれやるから、あ、そっか、それふみさんがやるから、そういう話じゃないか、ちょっと、いや、それやったら、目隠しでもできるね、なっちゃう。だってもしかしてふみさんは この異常だけ見ればいいやつ、もしかして。いや違う違う、それか、そんなわけない、そんなわけない、そんなわけない。これでどうですか、異常の方、あれ、え、お、我いらないこれ。いや、そんなことない、じゃあそんなわけないじゃないですか。この異常の廊下に来たらふみさまが仕事すればいい。いや違う違う、仕事違う、それ以外はいらないの。いやいやいや違う違う違う、そんなわけないじゃないですか。存在否定なんだけど。違う違う、いや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 、行ってまいります、スター。ああ、ちゃんと避けてくれるんだ。来た。異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引き返すこと。これを今まで私が見逃してたら、まあ私がサイコパスだったんですけど、これをもう異変ってカウントしていいんだったらもう帰りますけど。あ、看板増えてるってなるから一回帰ってみるか。まあ逆にどっちにしろこれが異変じゃなかったとしたら NG だもんな。一番だ。あ、進んだ。進んだ。え、帰ろ。さっきまで0番でしたもんね、あれ。あ、じゃあありなのかな、これ。え、これでいいのかな。やばい、わからん。あの一番出口になったまんま進んでもよかったのかも。あれを異変とカウントしたら、これ商売やってけないゲームなのかもな、実は。いや、そうなんじゃないですか、これ実は。あまりにも変わってないもんな。あ、いや、じゃあ、これ、ちょっと待って、これ、振り出しに戻ってないか。これ、そうなんじゃないか。なんか悪いことしたな、じゃあ、おじさんに。あ、積んだ。あ、よかった。
また優しいゲームで。多分なんかはあるか。もうちょっとこれ進んであげた方がいいんだ。異変じゃないんだこれ実は。あ、帰る。これ走った方がなんかあれだな、おっかない目に遭いそうだな。やってみるか。帰る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 。いやちょっ、化け物だ。危な。化け物ゲームだ。このゲームは8番出口を目指すらしいです。こんにちは、おじ。俺は通さないぞここ、おじ。おじ、会社に遅刻しちゃうでしょ。俺がここにいたらね、会社行かなくて済むからね。おじ、俺と一緒に、ここで暮らそうよ。あれ、待って、8番出口か。待って、俺帰れるこれ。え、まだか？まだか？ 8 で出口ってわけじゃないのか。ここで違和感なかったら脱出かわんじゃん。8、8。地下広場。おっちゃん。服着てる。え、これもう行ったら脱出とかじゃないの？一番出口。やったー！ 8 番出口だー！脱出しました。自己紹介してなくないですか？あ、そうっすね。そういえば。自己紹介していきましょう。じゃあ、ちょっと、はい、今、配置がデビュー順なんで、デビュー順で、ぜひ上から。はい、デビュー順で並べてたんだ。あ、そうです。よろしくお願いします。本当だー。じゃあ、さっき裏で大先輩って言われてショック受けたんで。お待たせ。待った。二次三次所属、公式美少女錬金術ライバーのアンジュ・カトリーナです。もうすぐ5年になります。うわー、嬉しい。もう3月かな。年季が入ってるね、美少女。ね、年季入ってるって言ったの誰？やばいよそれ。やめときなって。逆らったらダメだって。下の方から。下の方からやべえこいつ。博士君。博士君。おつりつけるな。よくないよ。今年季入ってるって言ったやついるよな。ちょっとワードチョイス終わってるかも。許せねえ。本当にあのもうちょっと考えて知らないよ。もうずっと根に持つからね。覚えてる。背負ってるね。覚えたから。やばい。じゃあ二次三次所属実験大好き系女子高生の博士冬樹です。ちょっと重鎮の後で言うのもちょっと恥ずかしい。重鎮って言うのよ。そんな変わんねえやろ。いつデビューだ。7月です、2019年の。ほら4ヶ月しか変わんない。いや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 、4ヶ月持ってる。同じ年だからね。でかいよ。一緒だよな、ほぼほぼ。たった4ヶ月で重鎮扱いするのやめろ、マジで。4ヶ月はね、確かに大して変わんないかもしれない。いや、もう重鎮仲間なんでね、よろしくお願いします。やだ。ほら、人に言われて嫌な言葉を今自分で言ったんだよ。はい、喧嘩。はい、喧嘩。はい、じゃあ次ペーペーよろしくお願いします。はい、重鎮とは約1年の差、デビュー日は2020年ぐらいです。カエラハルです、よろしくお願いします。まだ新人よりです。いや、新人は無理だ。まだ2023年だよ。23年が終わるんだよ。いや、ライバーの人数をこうやっぱあの真ん中で割ったらどっちかというと新人寄りですからね。いや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 、そういうんじゃない。ロフマオだしね。ロフマオ作りかな。ちょっとそれは。ということで、もうまだピチピチのデビューしたてのスーパーアイドル、レオス・ヴィンセントです。今日は大先輩の皆さんと一緒に足を引っ張らないように頑張っていきたいと思いますんで、先輩方よろしくお願いします。締めなきゃいけねえな、あいつ。誰かいる？聞こえた？ここで僕のラストはようやく始まった。ようやく今ようやく始まった。初めて1時間半ぐらいでようやく始まったわ。お互い装備が充実してきてる。確かに。何やってんだこいつは。ひばりさんが寝てる。え、なんかかっこいいんだけど、 AK のスキン。かっこいいっしょ。何これ、買ったのよ。なんかグラマラスみたいなの書いてある。グロリアスね。あ、違う。グラマラスじゃないか。グラマラスはそれ。
エッチなやつだ。すごいエッチな重心なのかと思っちゃった。バリケードブロックするとやっぱ邪魔してるあれを破壊するか避けるもんが必要なんで探しに行けってことね。うわあ、いえいえいえ、おっさん、めえ。どうした？何何何？友達？あの。走れるよ。新弟子検査もさ、新弟子検査ってほら身長体重とか測ったりするじゃないですか。前まではね、多分ほんとね 2,30 年くらい前までは身長160センチとかあったらよかったんですよ。そう、力士の最低身長。そう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 。今ね確か2メーター50くらいないとね通らないらしいね。でもそれで最低ラインだからね、それで細いとバスケ選手になるんだよね。いやでもバスケ選手はだってもっとでかいじゃん、ね、だってバスケ選手はね、俺だってね、日本の代表するね、八村塁選手だってね、あの人だってね、名前の通りね、8メートルありますから。なぎちゃん何センチ？いや私は174センチです。さすがに私が力士とかバスケ選手なんだ無理だって、さすがに。まあ確かに私もね、まあ言うてもまだ第4次成長期来てないから、まあまあまあまだ伸びるかもしんないんだけどさ、第4次がもうほぼラストチャンスみたいなところがあるからな。第5次はもう人によっては来ないって言われてるから、多分第5次来ないだろうな。カルシウムか。でもそう、カルシウムだけじゃ今足りないらしいからね。カルシウム以外にもあれがいいらしい、CPU、 うん、あの CPU を摂取するといいらしい。ニジサンディの方ねちょっと実装させていただいたんで、うー結構ね、動けるようになってきたんだよ、これ。すごくないこれ。お、すごくない？すごいし、この高速移動。こんな動けんねん、兄さんで。おい、お前、やっと学校来た。うえぇー。肩パーン。あれ？君の手こんな赤かったっけ？ここだ。むしゃむしゃしてんな。はいはいはい。なんかゲットしました。写真？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 写真よく足りなくなるよね。写真？写な、皆さん、明日ついに僕の今日買った服の発表になります。ないだろそんなこと。自意識過剰が VTuber はどいつもこいつも共感性周知というか、うん、なんか恥ずかしくて見てると熱くなる。ごめん、最初から言うべきだった。言ったことが本当になる能力手に入れちゃって、今ちょっと熱くなったって言ったら熱くなっちゃった、ごめん。みんな冷たい言葉言って、じゃあ冷たい言葉言ってください。ちょっと冷やして、この辺冬服なんで顎そんなに尖ってないよ。うん、そう、なんか最近アゴキャラじゃなくなってきた。うん、氷、あー違うんだよな、導入下手になった。あ、大丈夫、傷つかないから、僕はね傷つかないタイプだから、あの実際に傷がつくっていうことはここでは起きないんだよ。さっさと出せ。あ、冷たい、冷た、あ、ちょっと寒くなってきた、ちょっと、あ、寒くなってきた。あ、いいよいいよ。あ、寒くなってきたからそろそろ着替えてもいいかも。新人さんのお守りに何の爪痕も残さなかったよね。ね、あ、ごめん、草生えちゃった。あー、いやちょっと暖かくなっちゃった、ごめん、さっきのやつのせいでくっそ伸ばしてた。時間稼ぎ。いやいや、あ、なんか寒くなってきた。あー、グダグダだね。あ、じゃあ行くわ。あー、あー寒い、あ、冷たい言葉が、あー冷たい冷たい、あー、あ、ちょっと冷たい冷たい、ちょっとダメだ、ちょっと着替えてくるわ。ごめん、さすがにみんな言うこと冷たすぎて。はい。
ということで、あ、なんか見たことある背景で、くそ、あっ、くそ引き伸ばし終わった、あ、もういい、もう寒くしなくていい、これ以上ということで、冬服でございます。剣持ち制服が6年目にして揃えました、ありがとうございます。はい、AKB が好きでした。僕のアイドルの始まりは AKB48 ですね。日本アンピクの曲落ちちゃった、そうかそうか、でもお前の推しはいつまでも誇らしい推しだからな、それは安心してていいよ、いつまでたっても最推しは最推しでいいんだよ、今推しててもいいんだから、なんなら落ちちゃったってね、いずれ出てきてくれるんだったらね、我々の中ではもうずっと最推しのままなんだからね、よくないこれマジで、もうだからいつまでたっても推してていいんだよ、今でも推してます、私は最推しのこと、最高。でもこのぐらいの崖はいい、そう立ち上がれるから、ただ勝手に進まないでほしいんですよね、本当に今押してないんだよな、何もしてない、オッケー、蹴散らそう全てを、おじさん一回止まろ、本当に一回だんだん死にに行くの何なんですか、仰向きはやめなさい、おじさんマジで本当にやめてほしい、それは本当にやめてほしい、やっと分かったんだ、今やっと分かったの、本当におじさんマジでまーす、着実に進んでる、急ぐな、おじさん、いや待て、いやそれいける、多分、いや正直経験則だけどこれいけるんじゃないか、ギリギリで